ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、私驚いちゃったことがあるんだけど。なんだ霊夢。最近見かけた幼稚園生ぐらいの子が、親のスマホを操作してるのを見たのよ。自分で好きな動画見たり、ゲームしたり。今の子供たちってほんとすごいわね。ああ、今の子供たちはすっかりスマホに慣れているよな。iPhone が発売されたのが2008年だから。それ以降に生まれた子供たちにとっては、身近にスマホがあるのは当たり前なんだろう。もうそんな経ってたっけ？スマホは役に立つものだが、スマホが原因で子供が起こしてしまった事件も多いんだ。今回は、実際にあったスマホを持った子供が起こした事件4選を見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、小学生がスマホゲームに多額の課金をしてしまった事件を見ていこう。スマホゲームって面白いのいっぱいあるものねー。外に出かけてちょっと時間潰したい時とか、スマホゲームさせてるって親も多いんじゃないかしら。そうだな、子供向けのスマホゲームも出ているぐらいだから、親がアプリをインストールして使わせている人もたくさんいるだろう。ただ、その中でも注意しなければいけないのが、課金アイテムなどがあるスマホゲームだ。基本は無料で遊べるけど、何かアイテムを買う時には課金してねってゲームは結構あるわよね。そうなんだ。そんな課金アイテムを子供が購入してしまった事件を一つ紹介しよう。佐賀県の多久市に実際に寄せられた相談で、小学生の息子が家族共用のタブレットでオンラインゲームの有料アイテムを次々に購入してしまったというものがあったんだ。家族共用のタブレットで課金しちゃったんだ。子供用じゃなかったから油断してたのね。ああ、そのタブレットには父親のクレジットカードが登録されていて、子供が使っている時でも、クレジットカードは利用できるようになっていたんだ。クレジットカードなんていくらでも課金できそうで怖すぎる。ちなみに、いくら課金しちゃったの？その額なんと総額150万円以上だぜ。150万円。逆によくそんな大金をスマホゲームに使えたわね。まだ小学生だから一つのアイテムの値段なんて気にしないで使っちゃったのね。請求書を見た家族は生きた心地がしなかっただろうな。タブレットを家族で共用するのは決して悪いことではないんだが、クレカ番号を入れたままにしておくのはとても危険なことなんだぜ。うんうん、課金しちゃダメだよっていうのはもちろんだけど、ダメって言われると余計にやりたくなるのが子供心よね。クレジットカードの情報自体を入れておかないということが一番の予防策だな。その通りね。ところで、子供さんが間違えて課金しちゃった場合、返金をしてもらうことはできるのかしら？ App Store や Google Play では特定の条件を満たせば返金してもらえるぜ。条件というのは、課金した子供が未成年で親の同意を得ていないというものなんだ。そうなんだ。じゃあもし自分の子供が課金してしまったら、焦らずにまずは問い合わせしてみるのがいいわね。ただ、同じアプリ内で何度も課金返金を繰り返している場合や、返金ばかりしてもらっている常習者は返金を拒否される場合もあるから要注意だぜ。ブラックリストみたいなものがあるのかしら。一度間違いで課金してしまったらその後はかなり慎重に対策するしかないわね。ああ、本当にお金を払うことになってしまうからな。それじゃあ次の二つ目を見ていこう。九州北部の高校で、男子高校生がスマホのカメラを使って、教室内で盗撮したことが発覚し、書類送検された事件があったんだ。教室内で事件が起こってしまうなんて、親からしたら恐怖しかないわね。男子高校生の数人は、スマホのカメラを起動した状態で教室にセット。そして、教室内で着替えをしていた女子生徒を盗撮したんだ。スマホのカメラ使えば簡単に動画も撮れちゃうわ。どんな手段を使ったとしてももちろん盗撮すること自体がありえないんだが、手軽にカメラ機能を使えるということがこんなことをするきっかけになってしまったのかもしれないな。この高校ではスマホを持ってくることが許可されていたの？ああ、スマホを持ってくること自体は禁止されていなかったんだぜ。高校生の中には塾へ行っている人も多かったそうだから、家族と連絡を取ったりできるように、スマホを持ってくること自体は許可されていたんだ。ただ、校内で使用するのは禁止だった。学校側から言われていた規則を守らず、こんなことになってしまったのね。ああ、これはさすがに生徒側に責任があると感じてしまうよな。しかも、スマホを使った犯罪に巻き込まれないように日頃から授業で指導していたんだ。だが、まさか学校の生徒が被害者側ではなく加害者側になってしまうとは思わなかったと、教員もかなり悔やんでいたそうだぜ。日頃から注意していたのにもかかわらず、この事件が起こってしまったのね。先生方からしたら本当に残念な気持ちになる事件だわ。ああ、
教室の中で犯罪が行われてしまった。かなりショッキングなニュースだよな。事件が起こってしまったこの学校では警察と連携しながら生徒に指導していくことになったそうだ。カメラ機能が当たり前に手軽に使えるからこそ悪用しないように指導していくことが必要なのかしらね。少し昔とは指導する内容もどんどん変わっているのを感じるわ。先生方も本当に大変ね。ああ、そうだな。それじゃあ次は、誰もが知っている LINE アプリを使って起こってしまった事件を見ていこう。スマホを使っている人はもう LINE でしかメールしないんじゃないかな。ってぐらい使われてるアプリよね。前みたいにメルアド教えてーっていうやり取りすることもなくなってる気がする。小中学生も LINE で連絡している子も多いからな。そんな LINE がきっかけで驚くべき事件が起こったんだぜ。なんと、ガールズバーで小学6年生の女の子が働いており、その店の経営者が逮捕されたんだ。小学6年生が？ガールズバーってことはお酒を提供しているお店なのよね？ああ、女の子がバーカウンターに立って接客をしながらお酒を提供するお店だな。そんなところで小学生が働いていたなんて信じられない。このお店でアルバイトを募集しているのを見つけたのが、LINE のサービス内にある求人募集ページだったんだ。そんなサービスがあるんだ。求人情報を LINE アプリ上で検索できるもので、誰でも気軽に使うことができるんだ。小学生の女子は、お金が欲しくてアルバイトを探していた。好奇心からガールズバーでのアルバイトを選んだと言っていたそうだぜ。小学生で働くっていう発想に至ることもすごいわね。でもさすがに見た目で明らかに18歳以下っていうのがわかるんじゃない？ああ、実はこの小学生を雇って逮捕された経営者なんだが、以前にも17歳の女の子を雇って逮捕されていたことがあったんだ。なるほどねー。じゃあ今回も18歳未満って分かっていながらお店で働かせていたのね。そうなんだ。だが、逮捕された経営者も小学生を雇ったとは思っていなかったんだ。小学6年生の女の子は背も高く、18歳未満かもしれないとは感じていたが、まさか小学生だったとは思わなかったと、経営者は言っていたそうだぜ。今時の小学生って大人っぽく見えるものね。メイクしたり大人っぽい服着たら案外バレないものなのかしら。すごいわ。ガールズバーで働く際に、経営者と女の子は何度かやり取りをしていて、その後採用が決まったんだ。直接会って面接しなくても LINE 上のやり取りだけで採用されたんだ。時代を感じるよな。経営者は新店舗を出す際に人手が足りなくて困っていたそうなんだ。それで18歳未満かどうかの確認もしないで女の子を雇っていたのね。今はスマホで何でも検索できるし、小学6年生の女の子もガールズバーについて検索していたのかもしれないな。そこで魅力的な情報ばかり目に入ったとしたら、働いてみたいと興味を持つのもおかしくないぜ。そうね、親がどうしていたのかとかいろいろ突っ込みどころはあるけど、一番悪いのは LINE の求人機能を使って、18歳未満と知りつつ自分のお店で働かせる経営者よね。その通りだな。LINE 自体はとても便利なアプリだが、そこで繋がる人の中には悪意を持った大人も混ざっているということを教えておかなければいけないよな。まだ経験の少ない子供なら言葉で巧みに誘導してしまおうって考えている人がいるのね。小学生が危険な目に遭ってしまった事件をもう一つ見ていこう。四つ目に紹介するのは、2020年に起こった女児連れ去り事件だ。9歳の女の子がネット上で知り合った男性に連れ去られ、2日以上連れ回されたという事件があったんだ。連れ去られてしまった女の子、とても怖かったでしょうね。なんでそんな事件に巻き込まれたのか気になるわ。逮捕された容疑者は38歳だったんだが、9歳の女の子とはスマホゲームで知り合ったそうだぜ。スマホゲームでどうやって？ああ、容疑者と小学生がやっていたゲームには通話機能があって、そこで会話もしていたそうなんだ。ゲームの中で会話するうちにだんだん打ち解けて仲良くなっていったんだろうな。何度も話している人だったら警戒心が薄れてしまうってことも十分あるわね。きっと9歳の女の子も友達感覚でお話ししていたのかも。連れ去り事件が起こった日、女の子は近所の公園で友達と遊んでいたんだ。その後自宅の近くの道で、容疑者から一緒にゲームをやろうと声をかけられた。そして、容疑者の運転する車に乗せられてそのまま連れて行かれてしまったんだ。怖すぎる。最初は少し遊ぶだけのつもりで車に乗ってしまったのかしら。知らない人ならもっと警戒していたかもしれないが、声をかけられた時に今まで通話していた人だと分かって、危険には思わなかったのかもしれないな。容疑者は9歳の女の子を連れ去った後、2日間も自宅にいさせたんだ。その後女の子は無事に保護されたことが不幸中の幸いだったんだがな。
よ、よかった。無事に家族の元に帰れたのね。本当によかったな。女の子を連れ去った38歳の男性はその後、懲役10年という重い刑を言い渡されているぜ。スマホゲームといっても色々あるけど、最近は簡単に通話やチャットができる機能がついているものも多いわよね。子供にゲームをやらせる前に、そういう機能があるかどうか見ておく必要があるんじゃないかと思ったわ。そうだな。ゲームで遊ぶことはできても、チャットや通話機能だけは使えないようにするか、最初から会話機能があるゲームはやらせないようにした方がいいかもしれないな。ちなみに霊夢は、ペアレンタルコントロールという機能を知ってるか？なんとなく聞いたことはあるけど詳しくは知らないかも。ペアレンタルコントロールというのは、保護者が子供のスマホやパソコン、ゲーム機なんかを管理することができる機能なんだ。セキュリティソフトによってできることの内容は多少違ってくるんだが、機能を大まかに分けると、一つ目はアプリの利用制限だ。アプリの利用時間を制限したり、子供にとって不適切だと思われるアプリは、使えなくすることもできるぜ。時間制限はあってもいいわね。特にゲームなんかは楽しくってやめ時がわからなくなっちゃうものね。それから、ウェブで検索をするときに不適切なウェブサイトをブロックすることもできるぜ。大人向けのサイトやお酒やタバコに関わるものなんかを検索結果に表示されないようにしてくれるんだ。小学生ぐらいになれば調べ物をするときにもウェブ検索を使うわよね。そのときにたまたま不適切なサイトが出てきたらと思うと確かに心配になるわ。何でも調べられるからこそ、これもとてもいい機能ね。ああ、親としては入れておきたい機能だな。それから、GPS 機能がついたものもあるんだ。子供が通っている学校が自宅から離れていて通学に時間がかかる場合や、子供だけで友達の家に遊びに行かせる場合なんかは、GPS 機能がついているスマホを持っていれば、かなり安心だよな。うんうん。普段から使えるのはもちろんだけど、さっき話した女児連れ去り事件のように、自分の子供にもしものことがあった時、居場所を知るための重要なツールになるわね。ああ、スマホを防犯目的で持たせるのもいいことだと思うぜ。今回は子供がスマホを使ったことで起きてしまった事件を見てきたが、本来スマホは便利で親が子供に防犯目的で持たせてもいいぐらい、いい機能を持ったものなんだよな。そうね、子供と一緒にいない時間でもいつでも連絡を取り合える手段があるのは、とても安心できるわ。いろいろな機能が増えたことで、危険な目に遭う可能性が高まってしまったというのは、なんだか皮肉な感じもするわね。子供を信じてスマホを預けたい気持ちはもちろんあるんだが、まだ判断能力がしっかりしていない子供には親からの助言が必要だよな。スマホが原因で起こってしまうトラブルについても、よくわかるように伝えてあげてほしいぜ。プラスの面だけじゃなく、マイナス面も教えていきたいわね。それじゃあ今回はこの辺でお開きにしよう。ご視聴ありがとうございました。